一杯おごろか。残念だけどこの店にあるのは皿洗いの水ぐらいよ。イムレウスの件、あれはシリの考え。あの件のお説教ならやめてくれよ。あなたを称える歌を歌おうとしてたの。でもその気分じゃないなら。怒っていると思った。どうして怒るの？あなたがシリの決断に従ったから？シリと一緒に戦って勝ったから？負けてたら今こうやってあなたと話していないでしょうし、世の女性はみんな涙に暮れていたでしょうね。あなたは勝った。もしもの話はなし。トリスとは話した。女魔術師会の最小銃は順調とは言えない。物騒な時代よ。特に女魔術師にはね、みんな危険を冒す前に5回は考え直す。無理もない。魅力的な場所だな。なぜここに？すぐに分かるわ。その間にフィリパの話をして。俺とトリスで解放した。ディクストラに捕まっていたが何とかなった。よかった。なぜここにいるか教えてくれるか？マルガリータの居場所を突き止めたの。オクセンフルトの牢獄よ。それにそこを脱走した男も特定できたの。もうすぐここに来るはずよ。その脱走者の情報は？デリーダから脱走した唯一の人物よ。町の衛兵全員で捜索してるわ。信用できるのか？すぐにわかる。来たわよ。アベファリア。誰だ？話をしたい。クソ。捕まえなきゃ。梯子を登ったが、屋根の上を歩くことになるな。会う約束かと思ってたぞ。見つけたって言ったの。話したとは言ってないわ。目的は何だ？放っておいてくれ。落ち着け。話がしたいだけだ。へえ、それからあばらにナイフを刺して下水道に捨てるんだろう。よく見て、追いはぎにでも見える？見えないな。分かってくれて嬉しいわ。それに死なれては困るの。じゃあ乱暴しないな。ああ、話をしてくれればあとは自由だ。好きにしろ。だがクリプルド・ケイトに戻った方がいい。路上にいるのは賢明じゃない。飲んで楽になるわ。ありがとう。目的は？デリーダへの侵入よ。ウィッチハンターを見つけて魔法が使えるといえ、すぐ連れてってくれる。誰にも気づかれずに入りたい。脱走した方法を教えろ。そうしたら解放してやる。デリーダはビコバルの要塞より警備が固いらしいな。監視はウィッチハンターの中から選ばれる最悪のクズや過激な狂信者たちだ。何をしてるか知ってるか？毎日拷問だ、シャリンやなんやでな。安心できるのは休日だけ。奴らがヘベレケになるからな。勤務中にお酒を飲むの？正式には違う。だがそういうものさ。デリーダから生還する者はいないそうだが。ああ、そこで考えたのさ。死んでたらとな。でも死体は焼却される。俺のような年寄りが脱走できたと分かるまでは焼却はしていなかった。以前は死体をでかい穴に落としていたんだ。
穴は下水道につながり、下水は川に吐き出される。一旦川にたどり着いてしまえば魚みたいに自由さ。つまり理論上は同じ方法で侵入できるか。腐りかけの死体があっても構わないならね。それと鉄格子を通り抜けられたらな、排水口は塞がれたんだ。それは爆弾で対処できそうだ。大騒ぎになるでしょ。それよりオクセンフルトはエルフの遺跡の上に築かれてる。どこかで下水道とつながってそうだな。遺跡への入り口が見つかれば牢獄へ侵入できる。な、簡単だったろ。最後に忠告よ、別の宿屋を探しなさい。ここの全員があなたを知ってる。ありがとう。どんな計画か知らんが成功を祈るよ。こちらこそ。じゃあな。監視の話だがうまく利用できるかもしれん。確かに、何人か酔わせるだけでもかなり楽になるはずよ。ゾルタンならできそうだ。頼んでみる。オクセンフルトの橋で会いましょう。ゾルタン、ゲラルト。デリーダにはマルガリータが収監されてる。脱走計画に協力がいい。何をする？二馬車にマハカムシをできるだけ詰め込んでオクセンフルトに運んでくれ。イエネファーが合図したら門を通り抜けて監視たちをもてなしてくれ。魔術師が去った後、ウィッチハンターは非人間族の迫害に没頭してる。ひどい時代だ。牢獄の門でドワーフがウロウロしてたら注意を引くだけだ。そうか、気づかなかった。それならイエネファーのところへ行く。遺跡への入り口を探しに行ったんだ。話せてよかったよ、ゾルタ。またな。入り口はあったか？いくつかね。この近くにある井戸が一番近いわ。協力は手配できた？自分たちで何とかしよう。始めましょうか。始めよう。本当に守衛は遺跡への通路を知らないし、見張りも置いていないんだな。着いたわ。この井戸か。最近まで大きな石で塞がれていたようだな。何年か前にヘメルファルトがお触れを出したからよ。でも二人の力持ちと親切な通行人を見つけてどかしてもらったの。もちろん手頃な礼金でね。これを。なんだ。マルガリータを見つけたら使って、位置を特定できる。来ないのか。遺跡や下水道を通って泥だらけになるのは専門家にお任せするわ。汚い仕事が終わったら華麗に登場ってわけか。濡れるのは大好きだよ、まったく。
近くに仕組みがあるはずだ。幻覚だわ。ここから出してやる。無理よ、二人ともここで死ぬわ。シレ、先に捕まったの。危険な状態よ。無駄よ、鍵がなければ絶対に開かない。鍵は監視が持ってるわ。彼の部屋は上の階よ。すぐに戻る。憎い化け物め。靴。
侵入者だ。殺してやる。殺し。何？何をしてるの？ユネファーが来る。リータ、シル、こんな真似をした奴ら絶対に許さない。ユネファ、もうダメ。しっかりしっかりするの。もう死ぬわ、ユネファ。女魔術師として誇りある死をお願い。ユネファ、行こう。もう彼女を救うことはできん。ええ、でも望む形で死なせることはできる。俺にはできん。私がやる。急がないとマルガリータまで失うわ。あなたを連れては門を通れない。自力で脱出してもらうことになるわ。どの道苦手だ。行ってくれ。We'll be right back.